誰だよ。
どこんだね。ねえやめて、返して返してよ。そんなことしていいと思ってんのか。ねえ返して、携帯。それ私の。やっぱよな。ねえ許して、ねえ返して。ふざけんね。もういいもういいもういい。ごめんなさい。どう思いました？分かってました？どこで分かりました？あ、女だって思いました。ああやっぱ声がダメだ、うん、難しい。ありがとうございました。いや、あの YouTuber です。はい、そうなんですよ。名前は？南京ペッパーって YouTube やってるので。南京ペッパーです。ひらがなとカタカナ、南京ペッパー。それです。よかったら YouTube 見てみてください。そうです、ぜひ見てみてください。ぜひこれも多分上がるので見てください。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで斉藤さんやってみましたけど、はい、なんと電話の相手がとてもいい人っていうね、すごい言い方、応援してくれるっていう、頑張ってねって最後言ってくれたもん。優しい、優しい。まあちょっと楽しかったですね、こういうドッキリも。うん、また機会があったらやりましょう。めちゃめちゃ笑ってたもん、もう腹抱えて笑ってた。めっちゃ超声のツボなんだよね、ほんとに。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった、うん、ちょっと次はもうちょっと声を、そうそうだね、うん、もうちょっと研究しよう、研究してやりたいと思います、うん、はい、はい、今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは以上、南京ペッパーでした。ペッ